何これ？え、何これ？なんでここでお前がおるん？久しぶり。うわあ！何？夢？ちか、ここどこ？ホテル？ここがどこなのか一瞬わからなかったが、すぐに昨日のことを思い出した。そうだ、誰もいない渋谷に閉じ込められた僕らは、神谷が探しておいてくれた近くのビジネスホテルに泊まったのだ。そうか。いや、それにしたってさっきの夢の中のローは恐ろしい夢を見ていた。自分が屋上から突き落とされる夢。あれ？みんなと合流してすっかり忘れていたが、そういえばこの世界にはローがいる。そうよな、第一章の序盤にローと会って、そのあった建物から出てきたところでゆうちゃんと会った感じで、どんどんみんなが集まってきてあそこまで至るんやけど、ローってどこ行った？彼は僕らの幼馴染ではない。外部の因子だった。他のみんなは誰も見ていないと言っていたし、ローと出会ったのは僕だけなのだろう。僕以外には姿をさらしていないのはなぜだ？何か後ろめたいところでもあるのだろうか。恥にスクランブル交差点に集合することになっている。この世界、時計とかあんの？この世界。まだ時間はあるが、特にすることもなかったので、移動することにした。ゆうちゃんの部屋、ゆうちゃんの部屋、ゆうちゃんの部屋、ゆうちゃんのおるところ。おった！おはよう、ゆうちゃん。グッドモーニング、ゆうちゃん。君の笑顔を見ていると、目が覚めてくる。頭がスーッとくる。それが君という存在。スクランブル交差点にはユウと影山、諸住がすでにいた。おお、諸住、お前こんな時にまで勉強してるのか、お前お前その教科書とノートはどこから持ってきた？寝つけなくてね。僕もいろいろ考えちゃって。昨日のあのユリアちゃんの宣言があったけんな、余計そうかもしれない。諸住はノートと教科書を開いて、どうやら勉強しているようだった。こんな状況になってまで勉強するのかよ。こんな状況だからこそです。確か修学旅行でも勉強してるって噂になってたっけ息を抜くってことを知らんのかな。以前から日課をかたくなに崩そうとしないやつだった。2時間たっぷり彼女の勉強を見学すると、みんながちらほらと集まり始めた。町工事が10分遅刻して全員がそろさらっと遅刻しとんじゃんお前さらっと遅刻しとんお前ようお前なんかその遅刻しとるのにさ、そんな涼しい顔で折れるな。ちょっとお前らよくそんなに早く起きられるよな。しかも言い訳している言い訳し始めた。喋っているのは町工事の周辺だけで、他のみんなは口をつぐみ、東北と神谷をそれとなく観察する。昨夜東北と神谷は小さな衝突をした。小さな衝突と言ってもごっつんこうとかじゃないぞ。東北がそれを強行突破すると、神谷は何事もなかったかのようにお開きとした。あくまで平和路線で行くのか、それとも犯人を本格的に探すのか、どちらになるのかまだ分からなかった。あ、ちょっといいかな。言うべきなら多分今だろう。あ、もしかしてローのこと言うん？どうした？言うタイミングを失ってたんだけど、
実はみんな以外に一人この世界で会った人がいるんだ。え、そうだったの？それは誰？ローって言ってた。僕は知らないけど、相手は僕の友達だって言ってたよ。ロー、知らないな。やっぱ知らんのじゃ。このローの立ち位置もちょっと気になるところやけど、この幼馴染のメンバー9人おったとかそういう話ではなさそう。みんなが首をかしげる中、二階堂だけが分かりやすく反応した。目をすがめるかのように細め、まぶたをびくりと動かした。二階堂、ローが誰か知ってるのか？知らない。ん？でも知らない。ちょっとカレンちゃん、そんなに怒ることないでしょ。なんか知っとるような反応やな。やめろユウ、いいんだ。悪かった二階堂、追及みたいなことをして。いえ、私もやりすぎたわ。二階堂は確実にカエのことを知っている。しかしこれ以上追及するわけにもいかない。なんだ？京介くん、カレンちゃん、ローの3人で何かあるんかな？この3人の間だけで。ローってどんなやつなんだ？それが聞いてくださいよ、神谷さん。あいつ、いきなり胸ぐら掴んできたんですよ。柄悪いっすよね。まあ見た目からして柄悪いんですけどね。僕らと同じ制服着てる普通の男子だよ。言うほど普通じゃなかったな、あの髪の。白い髪とか、もう見た目から印象からして普通ではなかった気がするけど。背丈は僕くらいで。そうなんだ。やたら攻撃的な口調だったかな。怪しいな。あと多分ジャンク屋だ。僕も襟を掴まれたり、だいぶ絡まれたよ。あと三種類のさを使い分けてきたな。さあ。そうか。今日はみんなで調査をしたいと思うんだ。うん。昨晩東国が言っていたように、各々の情報や考えを持ち寄るのも大切だけど、俺たち以外にも誰かがいるというなら放っておくわけにはいかない。そうやな。みんなにローという存在のことを知れ渡ったらなおさらみんなそう思うだろう。それに食料の量やインフラの有無についても早めに把握しておかないと。そうですね、それがいいと思います。生存において何よりも大切なのはまず水と食料、そして電気とガスですから。そして愛。君の名前みたいだね。妥当なところだと、妥当なところだろう。鏡の壁とやらも見たいし、この渋谷の全貌を知っておきたい。他にも人がいるのならなおよしだ。そうよな。誰って言うんがさ、この8人の中の誰とは限らんのよな。他に人がおってそれ質が犯人っていう可能性もあるよな。なんならローが犯人っていう可能性もゼロではない。ボソッとしたつぶやきだったが、みんなの耳には鋭く届いた。ん？犯人の話題はそれとなくタブーになっていた。東北以外はそのデリケートな話題に慎重になっていた。それは外に出るための調査もしていいってことかな。もちろん、何にせよまずは調査が必要だ。このクロノス世界のこと全く知らんもんな。わかった、それがいいね。ビッとした空気が緩んだ。神谷と東国が衝突せずに済んで、ほっと胸をなで下ろす。このクロノス世界について昨夜まとめたからざっと説明しておくね。いいね。クロノス世界はミッションを課せられた世界。僕たちはそのミッションをこなさなくてはいけない。ガンツみたいな話やな。何や星人を倒せみたいな。クリアすることでこの世界を脱出することができる。これが基本ね。ゲームの話みたいになってきた。まあゲームだけど。昨日いろいろ確かめたけど、ホテルの機能に問題はない。
電気もガスも水も使える。ホテルってさ、たまに置いとるテレビさ、お金入れたらエッチなやつが見えるやつあるよね。ユリアちゃん、それも見えた？でも他の場所は使えたり使えなかったり、これはつまり世界が僕たちを生かしているってことになる。世界は僕たちにミッションをクリアさせたい。だからこの空間に閉じ込めている。そのミッションをクリアさせるために住環境かなは整えてある。そういうことらしかった。だから急に飢餓に陥るとかそういうことはない。昨日は不安を煽るようなことを言っちゃったけど、その点は安心して。だってさ、みんな二人ずつで4人チームに分かれ、東西南北それぞれの方角を調べることになった。なんでその二人組んだん？なんでその二人組ませたん？町工事と諸住は合わないだろお前。どうしても慣れそばないな、絶対これ違うタイプの人間やもん、どう考えても。あと俺はゆうちゃんと組みたかったけど、あ、ゆりやちゃんと組めるんだったらいいかな。チーム分けをした結果、二階堂とゆう、神谷と影山、町小路と諸住、そして僕と東北がと分かれることになった。僕らが調べる方向は南、住宅街の方だった。なんかユリアちゃんと一緒に組んだってところが運命感じるな。いや、一緒に置いたりとかそういうことじゃなくてさ、東北が、ユリアちゃんが相談してきたのが京介くんなのにさ、その京介くんと組んだってことは、なんかユリアちゃんちょっとくじ、なんかくじ引きの時のくじ、なんかちょっと細工したんじゃないの。二人きりで話そうと思ってることがあるんじゃないのお前。なんかそんな気がする。俺考えすぎかな。あ、そうかそうか、鏡の壁やな。目の前に一面の鏡が広がっていた。鏡だからか不思議と圧迫感はない。本当に鏡だ。ほんまよね。どこまでも高く宇宙まで続いているように見えた。これを飛び越えるのは無理そうだった。もう飛び越えるっていう概念が考えたくもないぐらいやもんな。壊れないよ。ちゃんと鏡らしく口もちゃんと動いとるが分かるね。ほう、こんな感じなの。これは言うなれば世界の橋。神秘的だね。こんな物理法則を超えたものが存在するなんて。科学者としては見れて幸せな感じなんだろうな。でも僕にはその幸せな感じが分かりませんからね、ユリエちゃん。東国でも驚く？もちろん。君は僕のことを何だと思ってるのかな。めっちゃ可愛い人形を抱いてる可愛い女の子。天才。一言で済ましちゃった。天才ね。含みのあるオウム返しをしながら鏡を観察する。ここは南西の橋。ここからできるだけまんべんなく回って南東を目指していく予定になっていた。一回この鏡を右手にして南東まで行こう。結果的に南エリアを全部見られれば問題ないでしょう。うん、了解。ある意味で東北を辛抱している僕が彼女の提案を断るはずもなかった。そうよな、東北信者だもの。京介くん東北信者だもの。こうやって鏡の壁に沿って歩くと、鏡を境にして左右対称の街があるように思えた。確かに。わあ、なんかこう二人で見よったらさ、服装がちょっと大人っぽい服装に変われば、私服だったらさ、なんかいい夫婦が二人で散歩してるような感じに見えるよな。どこまで行っても行ったり来たりして住んでるようで出られない、そんな鏡の国。アリスの世界じゃないんだから。街に沿って歩きながら、
戦闘を行く東国がふと口に出した。どうした？さっき僕のこと天才って言ってたけど。ん？僕は天才なんかじゃないよ。ん？東国が天才じゃなかったら僕はどうなっちゃうんだよ。一般人。東国がいなきゃ僕らは何もわからないままだった。ここに来てから戸惑ってばかりだった僕とは違い、東国はほんのわずかな手がかりをヒントに後世界の仕組みの一部を明らかにしてくれた。そうやな、いや普通の人はさ考えんよな。世界に生かされてるだとか最低限のものを与えられてるってことはミッションをクリアすればみたいな、そんな発想ならんよな普通は。これは多分ユリアちゃんが天才って言い方あんまり好きそうじゃないけど天才やけんかもしれない。能力の差は歴然としている。単に僕が情報の整理に慣れていたってだけの話だよ。コンピューターユリア、いや慣れどころの話じゃない。頭の作りが根本から違うとしか思えない。 Windows XP と Windows 11みたいな感じか。単純に時間の使い方だと思うんだよ。桜井くんはいろんなことをしていた。うん。その間僕は物理だけしてた。それだけなんじゃないかな。要するに特化していたってことか。まあでも僕が東国と同じような時間の使い方をしてたとして東国になれたかというとそうじゃないと思うんだよな。そうだな。でもねユリアちゃんにはなれないかもしれないけどね、ユリアちゃんも京介くんみんなにはなれない。まあ個性点があるってことだよ。そんなことないさ、やってみなきゃわからないよ。本当に？なあパティ、こう思う？うん、ユリアちゃんがそう言うんだったらそうじゃないかな。そうか、それもそうか。努力していない僕に彼女を言い訳に使う資格はない。努力か。この辺までだね。ここまで歩いてみていくつか分かったことがあった。まあその一つがユリアちゃんはやっぱり白衣が似合うってことかな。壁の形状は円形と。鏡の壁は緩やかなカーブで内側に曲がっている。渋谷を包み込むように円形になっているようだった。こうなんじゃ。他の人はいなかったね。誰かいてもおかしくないのに。密かに僕はローに会えると思っていた。彼にはまだまだ聞きたいことがある。まあ僕らが見つけられずとも誰かがきっと見つけているはずだ。ふと東国が一つのマンションを見上げているのに気がついた。マンション？あ、なんか高いマンションあるな。渋谷駅にアクセスのいいタワーマンションだった。いわゆる高級マンションというやつで、うちの家庭では到底手が届きそうにもなかった。ああ、辻宮春日の憂鬱で長戸が住んどったところかな。そんな感じのところかな。このタワーマンション見たことあるな。あ、思い出した。あ、ここ東国の家だったな。あ、そうなんじゃ。わ、結構家庭、結構お金持ちの家庭なんか、ユリアちゃん。僕らの中で唯一東北の自宅だけは渋谷にある。親が権威的な物理学者で家が裕福なのだった。最初に家に帰ろうとしていた僕らだったが、電車が動いていないためそれはできなかった。しかし東北にはそれができる。一応確認してみるか。ここまで来たんやけんさ、確認しとってもみんなから文句言わへんぞ。
丈夫。本当に？そうか。時間はまだ全然平気だよ。言っとってもいいやぞ。いや、大丈夫。ありがとう。ん？ユリアちゃん、むしろ帰りたくないって感じがする。僕がどうしてみんなと一緒にホテルで暮らしてると思う？え？やっぱりなんか家族の元に帰りたくない的ななんかがあるんかな、ユリアちゃん。それとももしかして遠回しに、桜井くん、僕は君のことが。いや、なんでもない。あれ、桜井くん、なんか惚れられてるんじゃないの？いつも以上に彼女が何を考えているのかわからない。恋する乙女っていうのは純情だからね。知らんけど。いや、結局はいつもわからないのだが、今日はなんだかそわそわする。元の世界に帰る。彼女は一刻も早くこの世界から脱出する方法を考えている。それはつまり、誰かを殺したその犯人を見つけ出し葬るということに違いない。この8人の中の誰かが人殺しだなんてとても思えない。信じられない。こんな野球の監督の人おったよね、こんなこと言う。でも東国はそう思っているのだろうか。僕に笑顔を向けながらも、こいつが人殺しなのかと頭の中では考えているのだろうか。どうかした？いや、その元の世界に帰りたいって言ってたよな。そうだね。それはやっぱりみんなそうなんじゃないのかな。それはもちろんそうだけど、でも信じられないでいるんだ。何を？この空間のどこかに人殺しがいることが。っていうか、この鉢の中にいてほしくないって考えとる。そんな感じじゃないかな。東国はどう思ってるんだ？東国は答えない。じっと僕を観察するように見ていた。ふと思い出す。この目を僕は知っていた。僕を試すかのような視線。僕を疑ってるのか？え？ああ、いや。そうじゃないよ。ちょっと考え事しててね。考え事してる時の顔ってどうやら怖いらしくて。ごめんね。そうだぞ。そうなのか。こちらこそごめん。僕は誰かが人を殺したと思ってる。え？殺した。東国がそう言ったことがショックだった。彼女の言葉が間違っていたことなどないのだ。彼女が誰かが人を殺したというのならきっとそうなのだろう。ねえ、おかしいと思わない？ん？まあそりゃそう思うよ。なんで前から思ってたけど、ユリアちゃん、頭の横の丸いやつ、どうしてそんなにつけてるの？何が？あんなに仲の良かった僕たちがどうして集まらなくなったのか、その理由がわからない。そこ？え、なんとなくっていうか、時の流れでそうなっていたとかそういうんじゃなくて？それじゃあ納得せんの、ユリアちゃん。なんか腑に落ちんところがあるの？それは学年が上がってみんながそれぞれ忙しくなったからってみんな思っとるけど、ユリアちゃんは違うの？そうじゃない。え？みんなそれぞれの事情はあった。それでも8人で集まってた。みんな同じ中学高校に行ったのに、極端に接触しなくなったでしょ。少なくとも僕は中学の途中から君たちと会話した覚えが一度もない。これはやっぱりおかしい。ん？何かがあって誰かが誰かを避けていたって感じなん？それは自分の中にあった違和感をことごとく指摘されて何も言い返すことができなかった。そうか。
京介くんの中にあった違和感をユリアちゃんはバッチリ捉えとったんやな。僕らは何かを忘れている。前にもちょっと言ったろ、この世界ではミッション遂行に余分なものは省かれる。なら記憶すら例外じゃない。え、余分なものは省かれる。犯人がこの8人の中だったら、みんな犯人探すのをためらう。だから記憶を消して8人じゃないっていう考え方もできるようにした。そんな感じか。僕らが最初から殺人犯と被害者の記憶を持っていたら、ミッションそのものが成り立たないから、世界はそれにまつわる記憶を抜き取ったんだよ。はあ、なるほど。忘れてる。僕は中学から極端にみんなとの付き合いは減った。ユウとは相変わらず一緒にいたが、それ以外の人とは一切話せなくなったように思う。同じクラスで、たとえ席が近かったとしても、僕は話していなかった。それは確かにおかしい。ここまで来た時のことも覚えていないし、やっぱり僕は何かを忘れているに違いなかった。忘れてるよ、それは。あの手が真っ赤になったトマトの握りつぶし事件のこと覚えてないな。だから誰かが誰かを殺したことそのものを僕らは忘れてるんだよ。待てよ、ローがいるだろ。いや、ローの他にも何人か潜んでる奴らがいて、そいつらが犯人なのかもしれない。いいや、この世界におけるイレギュラーはそのロー君とやら一人だ。他にはいない。なんでそう決めつけられる。どうしてだよ。クロノス世界はわざわざ極限まで犯人候補を絞った状態でミッションをスタートさせたんだ。あらゆる余分を許さないこの世界が複数のイレギュラーの潜伏なんて許容すると思うかい。そこまで考えてしまったんじゃ、クロノス世界のこと。でもそうやな、もしこれが本当にユリアちゃんの言う通りミッションだとしたら、それを前提条件で考えとるとしたら、ユリアちゃんはそう考えてしまうのか。前提としてこの世界はあくまでフェアに作られている。ミステリー小説なんかで禁じ手とされている事態は起こらない。僕らと無関係な第三者が犯人でしたなんて興ざめな結末は用意されていないはずだ。でも実際無関係なローが紛れ込んでいるじゃないか。実は無関係じゃなかったって話じゃないんこれ。僕の考えが正しければロー君はそもそもイレギュラーですらないかもしれない。もうユリアちゃんがそこまで考えてしまっとるもん。ローなんか過去でなんかあったんか、京介くんらの間で。今の状態だったら京介と花の時ローって名前に反応したカレンちゃんも含めて3人あたりで何かがあったと見てもおかしくない。僕らと近しい人、むしろ僕らの内側と言える。それをクロノス世界が何かの都合で記憶を消したってことか。どういうことだよ、僕はローなんて知らない。だから忘れてるのさ。この渋谷にどうやって来たのかを忘れているように。クロノス世界がどうしてそういうのを忘れさせとるのかは分からんが、何かあるな。話してくれよ。それは確信が持ててから。息を呑む。ここで無理やり聞き出したとして、それは人類が滅んだという話と同じことになってしまう。結局はただの予想で、僕の不安を煽るだけだろう。東国は犯人を見つけ出すつもりか。それが成功法だね。そのためにこのクロノス世界はあるようなもんなんだろう。やはり彼女は判定しようとしている。一刻も早く僕らの中にいる殺人者を見つけ出し始末しようとしているのだ。背筋がゾッとする。もし彼女に目をつけられたら、どんな手を使っても逃れられる気がしなかった。ユリアちゃんポケットの中からいろんな秘密道具とか出しそうやもんな。どこでもドアとか割と出しそうやもん、ポケットの中から。お前その白衣について2つのポケットの中から、どこでもドア、今日桜井くんのいるところには
いつも回り込む。恐ろしい。東国は平気なのか。幼馴染みの。さすがユリエモン。吊るし上げるなんて。え？ああいやいや違う違う、そうじゃないんだ。成功法とは言ったけど、そうするとは言ってない。紛らわしいな。え？だから殺人者を探し出そうだなんて思ってないってこと。じゃあどうするんだ。それはまだ考え中。正直一刻も早く元の世界に帰りたいけど、それでも仲間を疑うにはまだ早いからね。そうか。仲間という時に手だように視線を外した。あらあらユリアちゃん恥ずかしがっちゃってかわいいぞ君。そうか。虚脱感が襲う。不登校に疑われていないと思っただけで救われたような気持ちになってしまった。そうやな、ユリアちゃんに疑われてるってことはさ、もう人狼が目の前で口を開けてこっちを睨んできてるようなもんやけんな。いつ噛みつかれてもおかしくない。もう次の日には構えて死んでいる死体が村に出てくるだろう。それを見てみんなが推理して口論する。それが人狼ゲームだ。みんなには本当に感謝してるんだ。物理しかできない面白みのない僕なんかと一緒にいてくれたのは君たちだけだった。面白みあったよ。特にあのぬいぐるみに対してジャンプしてすごいずっこけたところなんかちょっと笑ってしまったよ。ユリアちゃん全員連れて帰るつもりだよ。その中に犯人が潜んでいようが関係ない。何卑屈なことを言ってるんだよ。いやごめん。でもそれが一番のハッピーエンドじゃないか。昨日からそうだけど、自分を卑下することなんかないのに。君が僕のことをどんな人間かと思ってるかは知らないけど、大した人間じゃないんだよ。どうしてそんなに自信がないのかわからないが、多分僕にはどうすることもできないことだろう。京介、さらっと頭投げてあげなよ。頭撫でてあげなよ。どう声をかけていいのかわからずあたふたしていると、東国はおかしそうに笑った。ごめんごめん、桜井君を困らせてしまったね。まあ要は盆栽の僕なりに仲間のために頑張るよって決意表明をしたかったのさ。うん。僕は盆栽だけど怠け者ではないからね。それはわかるさ。あらん限りの知力を尽くして目の前の問題に立ち向かっていくつもりだよ。この鏡の壁だって突破してみせる。それはやっぱり、うん、あ集まったんじゃんみんな。お神谷、お前その黒板に書いてる言語は何語なんだ。お前見たことない言語が並んでるぞ。お前アラビア語みたいな感じになってるやん。お前お前アラビア語わかるんみんな読めてるのかなアラビア語。調査を終えてスクランブル交差点に戻ると、神谷がまた特急ビルから持ち出したのかホワイトボードが現れていた。東急ビル、東急ビルっていうのがよく分からんけど、そんなものあるんやな。ショップのスマホにSIMカード入れてみたんだけど、全然電波拾えなかったよ。飛んでないみたい。電波がないんじゃ。店の食べ物は相当傷んでいたわね。うん。電波飛ばす必要がないってことか。クロノス世界からしてやろ。この8人だけで考えろってことか。誰かいたらと思っていろんなところにスクランブル交差点に集えって。何ユリアちゃんこっち見てんの。誰も来てないみたいだね。結果から言えば目新しいことは何もわからなかった。ローはおろか他に人は誰も見つからなかった。インフラに関しても東北の推理を再確認しただけに過ぎない。僕も東北も鏡の壁と地理に関する調査結果を報告した。鏡は
渋谷を円形に囲っており、その半径は駅を中心に1キロほどだった。半径1キロ、ってことはそんなに広ない？半径1キロ、僕らの高校は円の外に位置しているようでたどり着くことはできなかった。思ったより広ないんじゃな。慣れ親しんだ学校ならいい拠点になると思ったのだが、一見何もわからないようだけど、しかし現状の確認ができたね。みんなお疲れ様。お疲れ様。ゆいちゃん肩揉んであげようか。大丈夫。僕はね、昔から肩もみの京介と呼ばれてるからね。僕に肩を揉まれた女の子はめっちゃはっしゃない声であえちゃうんだよ。その日はそれで解散となった。ホテルに戻る道中で東国が声をかけてくる。やけどユリアちゃんかいなという。ユリアかいなとるやないか。なんか第二章が、なんか。もう突破しようとしてるのかお前。でもさ、半径1キロは狭いよな。それは突破したいだろうなお前。突破って、でも突破ってお前。あ、もちろん。それはそうだな、もちろんってなるけど、突破か。できるのだろうか。でもユリアちゃんと組んだら意外といろんなことができそうな気がする。お、ちょっと目がそれでこそだよっていう顔になったな。そのことは神谷にも話して、翌日からも二人で行動させてもらうことになった。